こんにちは、ローリンプーです。今回はベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。 今回はですねこちらピンポン機能がついた防犯カメラになりますこちらですね防犯カメラなんですけれどもよく防犯カメラにはですねインターホン機能ってついてますよねこの防犯カメラなんですけれどもインターホン機能も,もちろんあるんですけれどもさらにはいこのようにですねピンポンがついてます留守でも ピンポンポ G2 ということでユニークなな防犯カメラになってます詳しくね見ていきたいというふうに思いますですでもピンポンということで防犯カメラになるんですけれども防犯カメラのインターホン機能をさらに進化させたピンポン機能がついた防犯カメラになってるんですねはいこのようにですね えー、ピンポンするとですねこういうふうにカメラにですね映像が映るというような形で応答することができるようになった防犯カメラとということになりますバッテリー内蔵式で配線工事が全くいらない防犯カメラということになってるんですね。バッテリーの稼働なんですけども最大10ヶ月と いいうなな形になっています。条件はねいろいろあると思うんですけども IP65 防水6台のスマートフォンのアプリでですね共有することができるようになってます安心のオフライン通知もやってくれるということでカメラの方はですね200万画素 1080p のですね12フレームということになっています SD カードの方はですね、128GB の対応ということになります。Wi-Fi の方はですね、2.4GB に対応しているということで、5GB の方には対応していませんので、ご注意なさっていただきたいというふうに思います。ここカメラがあります。ここセンサーになってまして、こちらにですね、ちょっと見えないんですけども、赤外線のライトが点灯するようになっています。 インジケーターとこちらピンポンですねのボタンになっています、はい、こちらがですね充電バッテリー容量が少なくなったらマイクロ USB なんですけども付属のケーブルで充電をすることができます後ろ側なんですけどもここですよねはいこちらの方にですねはいこれね電源のオンオフのスイッチがありますこちらですねマイクロ SD カードをですねここに入れれるようになっています はい、そこのところにですねここですねはいスピーカーがついてますのでマイクとスピーカーということでインターホンドアホンとして使える防犯カメラということでユニークなですね防犯カメラじゃないかなというふうに思いますここねインジケーターがねこれね常にねついてるんで夜間なんかはねちょっとね目立つんじゃないかなというふうな気がします玄関その辺りにですねネジで取り付けることができるようになっている マウントが付属しています。こちらの方にですね、カメラの方ですね、このようにですね、セットしていただいて、ここにネジがあるんですけど、ここのネジを回して、付属のですね、この工具なんですけども、この特殊形状のネジになってますので、一応防犯上ですね、カメラを持っていかれないようにするために、この特殊ネジになっているということになってますね。通常の防犯カメラって、大体建物側に 設置するじゃないですか。ドアホンっていうんですかね。玄関もまさに外カーですよね。に取り付けるので、まあ、盗まれる可能性は高いので、そういう意味でこういう特殊ネジでですね、このマウントの上をネジのところを隠してしまうような形で取り付けるということで、よく考えられてるかなというふうに思います。この特殊ネジなんて普通の人はなかなか持ってないと思うんで、このネジを回して外してカメラだけ持っていくというようなことも なないかなといいかとうには思いますよくね考えられてるんじゃないかなというふうに思います最近の防犯カメラは全てクラウドサービスをやってるんですけれどもこちらの方もですねクラウドサービスを提供してましてこちらはですねアマゾンがですね提供しているクラウドサービスの方にですねデータを保存するという方法になってますので多くの場合だいたい中国系のですねクラウドに置くっていうのがあっていろいろとね 心配事があるかと思うんですけども、こちらは Amazon ということで、非常に安心してですね、クラウドを利用することができるんじゃないかなというふうに思います。もちろんですね、無料ではありませんので、有料という形になりますけども、安心してクラウドサービスをですね、使っていただけるんじゃないかなというふうに思います。来客の方がピンポンをしましたら、先ほどご覧いただいたようにですね、スマートフォンの方に通知されますので、スマートフォンの方で 応答すること,ができますということはですねおうちにいなくてもですね外出先から応答することができるんですね若干ねタイムラグはあるんですけども応答することができます例えば宅配なんかがあったような場合もですねどこどこに置いといてくださいというお願いをすることができたりっていうようなことでですね便利にですね使うことができるんじゃないかなと いいう,うに思います防犯カメラとしての機能なんですけれども人感センサー付きカメラということでですね AI のですね顔検知機能というのがあるようで人とそれ以外をですね判断して通知してくれるということでもちろんですね通知だけじゃなくて記録をしてくれるわけなんですけれども無用なですね通知や記録っていうのを減らすことができます。完全にいい 判断できるかというとそうではないんですけれども極力人を認識してですね通知記録というふうにですねしてくれるということになっています 1080p の12フレームということになっていますけれどもご覧いただいたようにですね昼も夜もとても綺麗な映像で記録してくれますので後々のまあ証拠というんでしょうかね映像の確認に役立つんじゃないかなと いいう,うに思います。また後でですねご覧いただきますけれどもアプリを使った操作ではですね指でこうピュッピュッと拡大縮小位置動かしっていうのができるんで人の顔の確認なんかもですねしっかりできるようになってますので通常のですねドアホン、インターホンとは違ってですねより詳しく誰が来たのか確認することができるので扱いやすくて 機能的にいいんじゃないかなというふうに思います。市場上ですね、バッテリーのですね、待機時間がですね、10ヶ月ということになってるんですけども、設定されてる条件がですね、非常に低いんですけども、1週間ほどですね、私玄関の方をつけてテストしたんですけれども、私の家の周りで言うと、人通りですね、例えば朝夕だとですね、お子様が学校に通学されますから、家の前あたりを 通るということになると、結構な頻度で反応して記録してるわけですよね。人の検知をしてるんですけども、もちろんだからお子様たちを検知して記録しちゃってるっていう形になってまして、大体ですね、1日あたり10%弱程度ですね、電力を使ってる感じがするんですよね。7日間ということになると、ほぼほぼ7割型ですね、使ってしまうと。 いうことになりますんで実質的にはですね10日程度10ヶ月ではなくて10日程度でバッテリーがなくなってくるという計算になるんですよね例えばマンションの奥側とかになるとですね人通りが少なかったりしますからそういうような場合はですね10ヶ月っていうような形でバッテリーの持ちも良くなるんじゃないかなというふうに思います小立住宅の場合で玄関前につけてるとどうしてもね近所の人が 行き来しますから1日回回の記録2回の記記録録とといいいううわけにはいかないと思うんですよね実質的にはですね一日当たり10%程度のですね電力を使うので10日もしくはまあまあ14日程度ぐらいかなというふうに思いますのでバッテリー内蔵型だからずっと充電しなくてもいいよというふうな認識は厳しいかなというふうに思いますのでそういうふうにご理解いただいた方がいいかなと。 いう,ふうに私は感じましたバッテリー内蔵式なので玄関だけじゃなくって好きなところにですね設置できますし普通の防犯カメラもしくは見守りカメラとしてですねバッテリー内蔵式ですのでそして Wi-Fi ということでどこにでもぽちょっと置くことができるということでちょっと、ね、工夫はありますけれどもこういうふうなねスマホのですねスタンドなんかを使っていただいて設置して見守りする呼び出し用に使っていただくっていうような形でですね えー、アイディア次第でいろんな形で使えるんじゃないかなというふうに思いますそうしましたらアプリの方を見ていきたいというふうに思います今ですねこれアプリの方になるんですけれどもここご覧いただいたようにですねデバイスとしてもうカメラこちら登録済みになっていますけれども初めてお使いいただくときはですね何もない状態ですのでこの右上のですねプラスですねこちらの方をですねタップしていただいてデバイスの追加というのをしていただきます ルステモピンポン G2 をですね、手動で追加。で、このアイコンのようにですね、次へ。次へという風にしていただいてですね、Wi-Fi の設定になります。先ほど言いましたようにですね、2.4GB のルーターの方に接続をしていただいて、次へという風にします。こちらにですね、QR コードが表示されていますので、これをですね、カメラの方にですね、このようにですね、向けてあげるということになります。 そうするとですね、カメラの方が反応しますと、ここに書いてますように、ビープーンが聞こえましたかというところをタップしていただくと、このカメラ登録っていうのがですね、できるようになるというような形になっているんですね。カメラの登録ができますと、このようにですね、アイコンが追加されるというふうな形になります。ここ、アイコン追加されましたので、アプリの方を見ていきたいなというふうに思います。はい、タップします。 そうするとですね、カメラと接続をして、今現在映っている状態をですね、確認することができるようになっています。この画面の方なんですけれども、左上ですね、SD と書かれています。私、今ですね、スタンダードモードの画面に設定しています。こちらタップしていただきますと、こうですね、HD に切り替えすることができるようになります。HD になると画質が きれいになるんですけれども、その分、通信するデータ量が増えますので、外出先では w i f i がちょっと不安定な場合がありますので、その場合はですね、ちょっとカクついたりすることがあるので、私はですね、スタンダードですね、プチ、はい、スタンダードの設定が一番いいんじゃないかなというふうに思っています。その横にですね、バッテリーの残量、今40%というふうに表示されています。 これ、あの、こちら、スマホのスピーカー、音を出すか出さないかということで、このカメラの音声ですね。ここをですね、プチッ、プチッと、はい、外していただくとですね、はい、このようにカメラの音声を聞くことができます。ちょっとハウリングが起こってますけども。はい。そして、その右なんですけども、こちらタップしていただくと拡大表示になります。はい。でも、こういうふうに触れるので、 これは通常の状態ですね。今は通常なんですけど、この状態でも同じように触れるので、あまり使うことはないのかなというふうに思います。この下の数字の方がですね、通信量の方だと思います。この下かはですね、この右下ですね、ちっちゃなアイコンへ矢印がついているものを押していただくと、浮遊した形のちっちゃいアイコンでですね、他のものに切り替えたりっていうのができるようになります。はい。はい。元に戻しておきます。はい。 下にあるんですけれども、こちらはですね、枠の方を消すというような感じですね。はい。になっています。はい。元に戻ります。はい。ちょっとこの戻り方がいいかどうかわかんないですけども、ここカメラと、それから一つ飛ばしてこちらですね、ビデオカメラ。写真と動画のですね、記録をすることができます。今現在見えているものをパチッと。はい。そうするとですね、iPhone の場合はカメラロールの方にですね、 この写真が保存されます。そして、ビデオの方、タップしていただくと、ここね、スタートしましたように、今映っている映像をですね、スマートフォンの方に記録することができます。もう一度押すと、停止というような形になっています。この真ん中なんですけども、こちらがですね、いわゆるインターホン機能ですね、ここをタップしていただくと、通話ができるようになります。ちょっとね、近くにあるんで、ハウリングが起こりますけども、ちょっとこっち消,消す。はい。 あスマートフォンの方、音声切りますと、今、音声はですね、こちら、留守でもピンポンの方から音が聞こえてる、おー、ハウリングが起こりました。はい、止めます。というような使い方になります。今、双方向通話になってるんですけども、設定でトランシーバーのようにですね、押してるときに会話、話して聞く、押して話す、話して聞く、みたいな使い方もできるようになっています。ここね 上向きの矢印みたいなのがありますよね。こちらタップしていただくと、はい、もうちょっとね、詳細のものが出てきます。で、ちょっと飛ばしますけども、アルバムというところがですね、スマートフォン、この iPhone の場合ですね、カメラロールに記録されている、はい、こういうデータをですね、確認することができるようになっています。こちら、リプレイというのがあります。これはすでにですね、記録された映像をですね、確認するということになります。 タップしていただいて、日付のところをタップしていただくと、この記録されている日をですね、選択することができます。そして、タップしていただくとですね、その日のものがですね、えー、記録されている映像をですね、確認することができるようになっています。ちょっとね、これ、これだけしかないように見えるんですけども、一つの映像が終わると、まあ、次のところに自動的にスキップしてくれるんですけども、実はこれね、はい、こういうふうにね、動かしていただくと、 記録されている映像をそれぞれですね、確認することができるようになっています。これね、ちょっと雨降ってる日になってますけども。というような記録されている映像をチェックするときにですね、使う機能になっています。こちらの方もですね、この SD カードの今、再生をしてるんですけども、写真を撮ったり、それからビデオを撮って、スマートフォンの方にですね、保管するということも同様にできるようになっています。はい、戻ります。 テーマカラーというのはですね、このイメージの色をですね、変えるという機能になっています。そしてこちら、赤外線ナイトビジョン。赤色になってますので、今現在機能しているということになります。ですから、暗くなるとですね、まだつきましたね。はい、こういうふうにね、暗くなるとつきます。はい。そのオン・オフの設定になっています。これもですね、あのショートカットになっているので、カメラの詳細設定のところでも、この設定はできるようになっています。 PIR 設定、動体検知の設定ですね。こちら今赤なのでオンになっています。こちらですね、スイッチっていうのがありまして、ここでオンオフ切り替えになります。そして感度の調整もですね、ここでできるようになっています。はい。 こちらがですね、以上ですね、この画面上、画面上というんですかね、に見えているアイコンの機能になります。一番下なんですけれども、今現在ここ、機能というのが開いています。で、一番左がね、メッセージということで、これまで検知した通知ですね、を一覧で確認することができるようになっています。でもちろんですね、こちらの方ですね、タップしていただければですね、ちょっとね、適切適するのがあるかな。 タップしていただければですね。こうはい、確認をすることができるようになっています。はい、そして真ん中クラウドっていうのをですね。先ほどご説明しました。ですね。amazon のクラウドサービスの方にですね。データをですね。保存するということで、万が一こちらが取られて sd カードがないというような場合もですね。この amazon のクラウドの方に保存しているデータをですね。見に行くことができるという有料のサービスですね。 購入というふうになってますので必要な方はですねこちら購入していただければというふうに思いますはいこちら元に戻します詳細設定に行く前にですねちょっとね元にこう戻って最初にちょっとお見せしましたけどもピンポンの方ですね確認してみたいと思いますはいこのようにですね、えー、表示されますそしてこういうふうにですね触っていただいて誰がこいつっていうのを確認した上で 応答して出ていくというような形になりますねハウリングするんで切りますはいそして今度ですねこいつ誰か知らんなという場合はもう切るというような形の使い方になると思いますはいそうしましたらですね 詳細設定の方を見ていきたいというふうに思います。こちら右上の点々というのがあります。こちらを、ね、タップしていただきます。そうするとですね、このようにですね、いろいろ設定、あと中身の確認みたいなのができるようになっています。基本設定というのがあります。こちらタップしていただきます。そうするとですね、画面の反転、それから記録する映像にですね日時を表示するかしないか。 それから先ほど言いましたですね、インターホンの通話方式ということで、こちらはですね、先ほど言いましたようにですね、一方通行、トランシーバーのようにするか、もしくは今現在の設定のように、双方向通話という形でするのかっていうのがですね、設定できるようになっています。まあ通常も双方向かなというふうに思います。そしてこれも先ほどご説明しました、ショートカットでありました、赤外線ナイティビジョンの機能の設定ということで、オン、オフ、 そして自動というのがあります。この自動というのがですね、一番使いやすいかなというふうに思います。はい。そして、えー、検知警告設定ということで、こちらの方ですね、すべての動体を検知するのか、もしくは人の場合のみ検知するのかというのが設定できるようになっています。これ AI 人体検知という機能ですね。こちら、通常は人、オンにしておいていただければいいのかなというふうに思います。 電源管理設定ということで、こちらの方ですね、バッテリーの残量ですね、を確認することができて、バッテリーが減ってきた時の通知を、どの程度の時に通知しますかという設定ができるようになっています。こちらね、このように。はい。もうデフォルト10%でいいんじゃないかなというふうに思います。はい。次、ベルの設定ということで、こちらの方ですね、オプションでベルっていうのがあります。 こちらを使う時の設定になりますので今ベルありませんのでベルなしということになっています。はい。で、ストレージということで SD カードのですね容量今現在の使用中それから残りの容量そしてフォーマットっていうのがですね できるようになっていますこちら SD カードのフォーマットなんですけれども初めてお使いになられて SD カードをセットされた場合はですね必ずフォーマットをしていただいた方がいいと思いますもしくはですね自動的にエラーって出るかもしれないんですけれどもフォーマットをする場合はこちらの方ですね使っていただくということになりますはいあと先ほど言いましたあ Amazon のクラウドの方ですねオプションサービスの購入ということで必要があればですね 購入していいいただければなという,ふうに思いますデバイスのオフライン通知ということで例えば完全にバッテリーがなくなって w i f i が切れた時盗難されて w i f i が切れた時なんかの場合ですね通知をしてくれる機能になっていますその他はですね特に必要な項目はないのかなというふうに思いますはいこちらがですねこのカメラの詳細設定と いうことで扱いやすいと言いますかシンプルですね結構ね防犯カメラでいろんな機能があったりするんですけれども必要最小限の設定に限定されてて扱いやすいんじゃないかなというふうに思いますはいいかがでしたでしょうかマウントの方法をですねもう少しプラス していただければ、より使いやすい安全ワイヤレスドアホンタイプのですね、防犯カメラとしてですね、使えるんじゃないかなと個人的には思ってます。一番欲しいなと思うのはカメラの三脚のレジ穴ですよね。をどこかにつけていただくと、より色々な使い方ができるんじゃないかなというふうに私は感じました。こちらのカメラね、ほんまに、ええもんです。 いかがでしたでしょうか参考になりましたでしょうかそれではまたご覧になってください。さよなら。